非常にいますから、まあ、そこにどう入れ込みながら作っていくのか、はい、黒川クロスこぼれたところ飯野まだ組みません。ここでシュート、ゴラッソだ。青黒の新エース誕生か。飯野が先制ゴールを奪いました。サイド宮島選手、黒川選手の流れからですよね。ワンツーを抜け出しながら、まあ、黒川選手はねクロス上げたんですけど、そのこぼれしっかりと拾ってワンフェイク入れてからのしっかり抑えの効いた後世の素晴らしいシュートですよね。ここも落ち着いてましたよね。ある程度イメージも湧いてました。